そのお父さんの年齢とともにそういうものがあれしたわけじゃない。お値段だけ教えてもらっていいですか。お値段どうも、はじめです。さあ本日は田中さんの家に来てます。そして見てください、こちら JBL のハースフィールド。前ね動画出したと思うんですけど、この伝説のスピーカーあるじゃないですか。実は田中さん、もう一つ最強のスピーカーを持ってるらしいんですよ。それを今からちょっと2階から下ろして、これね紹介しちゃおうかなと思っております。このねスピーカーはね、ほんとすごかった、俺は全然知らないんだけど、結構ね見てる方大興奮してたんですけど、もう一つのスピーカーどんなものなんでしょうか。じゃあ行ってみようか。じゃあとりあえず行きます。90年代ぐらいまで使ってたの、どこでも。体育館でですか。そうで、2000年になったら一気にデジタルになったじゃない。はいはいはい、どんどんいろんな CD とかでもデバイスが変わっちゃったね。と学校のああいうとこもどんどん新しいのもちっちゃいの入れ出しちゃった。で、これだけ残っちゃったみたいなのがなんかあって。で、2000年代もうアメリカ中放出された。で、僕2個ぐらい買った。1個友達に売って。これは、なんていうスピーカーなんですか？これ1回。アルテックっていう会社の、ボイスオブシアター。はい、A7 って言うんだけど、A7 ってやつで、多分アメリカで最も売れたスピーカーなんじゃないかな。その、コマーシャル、工業用。オーディオには2タイプあって、家庭用と工業用があるんですよ。工業用っていうのはいわゆるイベントだとかシアターとか、いわゆるなんていうのコマーシャルって言うんだけど、これはコマーシャル、うん、だってこんな大きいの、まあ、家じゃ使わないですよね。アルテックも家用も売ってた、ちっちゃいの売ってた、たくさんいろんなの売ってた、はいはいはい、でも需要としてはやっぱり当時みんなさ、60年代まで家にオーディオなんか誰もなかった。60年代のスピーカー。60年代、7、8年ぐらい。そういう学校とかにずっと使われてて。60年、だからそれまんま30年ぐらい放置されてて。はいはいはい。で、1回目のバーカーハンガーやった時、バーカーハンガーになったよ。あ、そうなんだ。うん、で、こう言われたよ。お前、もうスピーカー持ってこないで、うちの使えよって言われて。もっと早く行ってくれよ、みたいな。JBL、ね。もっと早く行ってくれよ、みたいな。そんな感じだった。うん。ただ、ちゃんと動くかね。ちゃんといつもやってなかったら。その当時、いくらぐらいで買ったんですか？まず僕自身が買ったのが多分1500ドルぐらいだったと思う。ああ、そんな高くないですね。そんな高くない。で、送料2000ドルかかった。1000ドル以上かかったね。1000ドル以上かかったよ。うん。だから3000ドルぐらいかかってる。ナンセンス。ちょっと今調べたら、200万とかで。ああ、あのね、いいものにはいろんなコンディションにもよるし、これなんかまあまあいい方だけど、たださっき言ったこれ買い手がいないよね、なかなか。確かに。こんな大きいものだとね。で、日本の人たまにちっちゃな部屋で機嫌しているよ。ただ、間違いだ。それは間違いだ。で、僕はもともと大きいスタジオ持ってたじゃない、はい、サンクレメンテの時に。まあまあ、こっから向こうのあの、外ぐらいはなったんですよ。で、事務所引っ越した時の2007年で、それで買ったんですよ。で、ガンガン鳴らしてたのこと。で、ああいう事務所、レンタルの事務所って、電気代は大家が払ってくれるじゃない？だからこれすごい電気食うから。電気食うんですね。すごく。全然気にせずに、あれしてた。で、まあ、まだ他のがあったんだけど、こうスピーカー並べていつも聞き比べてたの。電気が強いと音も強いんですか？アメリカは110ボルトじゃない？220はすごいよ、イギリスの。それは聞いたことあります。日本よりも、日本は100じゃない。音がいい。100じゃない。それなんですかね。うん。それは事実としてあるね。ただ、そんなにはわかんないけど、イギリスはすごい音いい。はぁ。220だもん。全然違うよ。ドライヤーとかなんかすぐ毛が立つとか言ってたんですよ。固めようと思って、パンクの友達がいてさ、イギリスでドライヤーとかもうバチッて言われるんですよ。220だって。あれから、本当のみたいな、やっぱり。本当の感じ。ただまあ一応こういう感じでですね。で、問題はだね、問題があるんだよ。はい。ここに1個来るじゃない？
これハマるじゃない、こういうの外せばいいだけだから。そうですね。ハマるじゃない、うん、ここさ、ハマるんだけど、ここさ、一応なんかさ、換気扇なんだよね。暖房っていうか、あれの。ああ、そうですね。上げときたいじゃない、うん、うんうん。ちょっとスペースないじゃない。ないですね。だ少しこう、今日ね、いるみんなでこう、ちょっと詰めようかなと思ってるの、こっち側に。そのために我々は呼ばれたと。まあこれだけどね。まあもうお疲れ様って感じ。これだよ。これが車内なんだよ。これは俺してでもできるんだけどね、正直言うと。そう。で、これはいろいろあって、これ純正なんだけど、もっとね、いろんな形のがある。ちっちゃいのもあれば。ただ。家庭用みたいなのも。ああ、ただその代わり家庭用になると、今度こっちのスピーカーもちっちゃくなるよね。こっちのスピーカーね。で、ここに書いてあるじゃない416っていうやつなんだけど、15インチ。ここにさ、391734って書いてあるでしょ、うんうん、391っていうのはアルテックっていう会社の会社番号。うん、なんてこれインダストリアルシリアルナンバーっていうのかな。で、この7っていうのは67年の7。34っていうのは34週。1年間って多分50何週あるわけでしょ、はい、はいはいはい。34週目に作ったって。おー、そうすると一応分かるっていうか、どのいつ作ったか、こっちはこっちであるよ。これはこれはちょっと違うんじゃない。ね。ここに書いてあるね。同じ391でしょ？これ7だと思うんだよね。ちょっと見えないけど。ここに書いてあるんだね。大体これも、だから要するにこれは67年に作られて、多分68年ぐらいに売られたんじゃないの？多分。多分ね。これは何ですか？これ、マランツ。マランツ7。60年代多分真ん中ぐらいのものかな。で、このマランツの成分がすごいあれなのは、みんなこのデザインをコピーしたんだよね。日本。なんかオーディオってこういうデザインなんだよ。イメージとして。なんか昔でしょ、はい、でしょ昔の。実家にあった、ね。そう。で、日本のメーカーとかみんなこれ70年代にコピーしたときに、このマランツのコピーしたんですよ。みんなが。これは何なんですか？ん？そもそもこれは何なんですか？ああ、プリアンプね。プリアンプ。プリアンプっていうのは、音の、コンソールっていうぐらいで、音を作る、あのさ、DJ のあの、タクってやつだ。はいはい。あの、あれじゃね。ミキサー。あれコンソールっていうのね。別名。ミキサーね。はいはいはい。と同じだね。おー。ここがないと、これ音の音色を変える。なるほど。高音とか低音とかね。へえ。だからこれが一番心臓っていうか、これすごく重要なところ。よいしょ。で、次、一番上から行ってみようか。これは、ターンテーブルね。これは何なんですか？ん？トーレンですね。トーレンです。トーレンスイッチでランドかな。こういうのって全部さ、アメリカないんだよ。ほとんどない。作ってるメーカーが。アメリカでは。昔はあったんだけどね。ハイレゾリューション用の再生。これは新しい。これは新しい。もう現代的に。はい、まあ10年ぐらいかな。チューナー。ラジオチューナー。これすごいよ。すぐさ、そこにね、ロングビーチの大学のところに、の中にラジオ局があるの。ケージャス。そう。はいはいはい。で、ロングビーチの、あれはちゃんとお金を持ってて、予算を持ってて、うん、あの、プロちゃんと雇ってやってて、世界でまあ唯一って言ったね、ジャズの、あの、専門局。はいはいはい。で、ここ近いじゃない、うん、だからさ、音の入りがすごい良くてさ。距離関係あるんですよ。ラジオだよ。FM だもん。サンクレメンテの時音悪かったもん。40キロぐらいなんだよね、大学の持ってる。あの、大学のさ、あれだから、なんていうの？そんな強くないわけですよ。一般的なものに比べちゃうと。多分ね、60年代のもう終わりぐらいにできて、最後の、もうマランツの最後のもので、マランツ最後、これを機に、会社が潰れちゃうの。買収されて。で、もうアメリカで作れなくて、日本で作るようになっちゃうのね。うん、アメリカで作った最後のラジオっていうの。ラジオオーディオ。で、もちろん安いのは作ってたと思うんだけど、日本製がもうほとんどになっちゃって、ソニーだよ。まさにソニーがこういった潰したんだよ。この辺の70年代に入ってきて、ちっちゃな、もっと半導体っていうのが、いわゆるトランジスタって言うんだけど、それを使ってやる。で、これ最後の、真空管のラジオチューナーで、
マッキントッシュは作れなかったんだよね、これを。この後にしか、この時は作れなかった。だってこれよく見たら、こう見るとわかるんだけどさ、チューブの使ってる数が20個ぐらいあるんだよ。これさ、すごい電気食うの。これ真空管使ってる。うん。で、そう、正直ね、無駄なんだよね。うん、ただ、音いいよ。これラジオ拾うんですよね、今でも。そうそうそう。これ今だい聞くんだけど、これ剥き出しなんですか？はい。これ剥き出しなんですか？剥き出し？あー、そうかもね。何もなかったかもね。これ、こんなケージみたいないと思うな、これ。あったのかな、ないと思うな。うん。だから最後の真空管のラジオ。高級。なんかすごいもん。多分、プロが見たら設計がすごいって言うと思うよ。こんなものを作ったら、金はかかるし、効率も悪いし、で、終わっちゃったんだよ。だから、真空管のラジオのこういう音を聞いてる人って、ほとんどいないと思うね。さあ、こいつがマッキントッシュの275ってやつですよ。マッキントッシュはなんか聞いたことあります、僕でも。アメリカでやっぱり、今唯一残ってて、一番ブランド力のあるマッキントッシュは。これが高いんですよね。それは高いよ。消耗品なんですよね。100ドル以上するよ。一個。真空管っていうのは、半導体の前の時代の、なんて言うんだろう。みんな真空管で動いてた。その電池製品って、こういうのがあってさ、こう、GZ32 って書いてあるけど、わお、かっこいいや。しかも、ミュラードって書いてあるじゃない、はい、イギリス製。で、真空管っていうのは、RCA、うん、アメリカだと RCA ビクター、イギリスだとミュラード、ドイツだとテレファンケン、うん。で、一番やっぱり高いのがこのイギリス製、うん。多分コーヒーみたいなもんでさ、ブラジルのコーヒーが美味しいとかさ、うん、キリマンジャロが美味しいとかあるじゃないですか。うん、それだね。高いよ。これだけでも100ドルぐらいするから。こんだけ。消耗品なんですよね。消耗品。で、あとで見せてあげようかな。ちょっと待って。これはとりあえずあれするよ。これ何する機械なんですか？これはパワーね。さっきのプリアンプっていうのは、音を変える。これは音圧。ほう。音をブッて出すための。はいはいはい。で、場合によっては、プリアンプとパワーアンプが一緒になっている簡易セットもある。うん、ギターアンプとかはそうなんだけど、一緒になってるんだけど、これはバラバラにしてパワーを、なんて言うんだろうな、寄りますっていうのかな。よいしょ。これ、このコンビネーションで音も変わってくるってことですか？いい質問だね。全くその通りだよ。でさ、僕はマッキントッシュじゃない？はい。普通さ、アンプっていうのは、マッキントッシュだったらマッキントッシュを使うんですよ。うんうん、マランツだったらマランツを使う。うん、そういうイメージですね。で、これ正しいんですよ。はい、基本的にそのメーカーの、なんていうの、うん、でさ、昔さ、ヴィンセント・ギャロっていうさ、映画監督がいて、うん、彼がうちに来たんで、たまたま。うん、だからこういうわけでいいのね。いや、マランツだったらマランツだった方がいいよって。うんうん、ね、マッキントッシュはマッキントッシュとかいいよと。で、そのちゃんはマランツだった方がいいよっていうわけ。うん、で、実は僕やったことがあるの。はい、マランツ、マランツで。うん、でね、悪くなかった。よかった、うん。で、たまたま雑誌読んでたら、このマッキントッシュの275とマランツの7っていう、このハイブリッドな組み合わせがいいんすよっていう記事を読んだことがあって、やってみたんだよね。なんかしっくりきたんだよ。痺れたんですか？なんかしっくり。で、カスタムの世界って、例えばエンジンが、うん、例えばイギリスのノートンにヴィンセントのエンジンがあるとか、うん、ジャガーのボディにシボレーのエンジンを乗せるとかっていうカスタムがあって、いわゆるハイブリッドで違うメーカーのものやり方っていうのはあるわけですよ。で、これはあんまり推奨もしないし、でもやっぱりたまーにうまくいくケースがあるんだよ。で、これはメーカーもやったことないじゃん。だって自分とこのメーカーで。で、これやってる人あんまりいないと思う。このマランツとマッキントッシュ。で、なんで僕これ好きかっていうと、やっぱりこのマッキントッシュ275っていうのは歴史的なアンプで、60年代の後半ぐらいなのかな。で、当時やっぱり一番いいパワーアンプだったわけですよ。当時、ああいう音楽のフェスティバルとかどんどん大きくなってきたじゃない？ウッドストックみたいな。と、
大きいパワーアンプ必要になって、うん、で、グレートレッドの系の人が、やっぱり当時一番最先端で、うん、コンサートのシステムが。はいはい、で、彼らこれ何台も繋げてやってたの。歴史的に有名なんだよね、これ。この、なんて言うんだろう。このマッキントッシュの275っていうものはですね、まあ、歴史的にすごいものなんですよ。一言で言うと、ただし、くっそ重い。これは重いんだ。もっとも持ち上げたくないものの一つなんですよ。出ちゃいますか？出ちゃいますか？いやー、これ一人じゃなくてできないんだけど。で、これをさ、バークハンガーでやってきゃ大変だったよ。これ持っていったんですね。これ全部やったんだ。この今のワンセットを、で、バークハンガーの契約行った時、あれですね、伝説のインスピレーション第1回の。2009年に行ったわけじゃないですか、会場に。はい。で、ちょうど僕オーディオを持ってたわけじゃないですか。うん。この会場で思いっきり鳴らしたらいいなと思ったんだよね。それがインスピレーションの、なんていうか、僕がいつも考えてること。はい、だってせっかく1000枚くらい使ったよ、あんなでっかいの借りるわけじゃないですか。おー。だったら思いっきり音出してみようと思って、はい、出せないからね。もうフルフルだよ。パーン吹っ飛ぶ。あれはいい経験だったよね。めって誰もできないよ、素人の人ではそういう経験が。確かに。そんなね、ステレオを鳴らすみたいな。無理でしょ、物理的に。広さがないですもんね。そう。で、あのバーカンガーはそれがすごい良かったよね。あれは痺れたよ、我ながら。痺れたって感じ。70年代、80年代の日本ってみんな若い人、まあ世界中なんだけど、え、社会人になって給料出るようになるじゃない？うん。みんなオーディオが欲しかったんだよ。今だったらわかんない。給料ボーナス出たらさ、iPhone 買うとか言うじゃない？はい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 。それがさ、当時は、みんなステレオを買うのが夢だったんだよね。で、これさ、このうちにあるのがさ、この夢のセットの一つだと思うよ。当時の人にすると、こんないいの持ってんのみたいな。今、50歳、60歳ぐらいの人たちってことですかね。そうだね。そういう人にとっては、おーって感じ。と、なぜ日本なんか特にさ、日本製しかなかったじゃない？アメリカなんか見たことないんだよね。確かな、もう70年代はアメリカのもうなくなっちゃってたからね。よし。誰か OK って書いてあるから、誰かあれしたね、これね。チェック。チェックしたんだろうね。うん。こういう風に持ってて。はい、持ってる、はい、持ってる、持ってます、持ってます。話よ、俺。はい。正直わかんないっす。え、これ本、はい、うん、はい、下にの入ってるのはロー、はい、それをこいつで一気に合体させるの、はあ、一個にね、簡単に言えば、これ、はい。なんか見たことない形なんですけど。だから劇場用だから、素人の人が見ることはないと思うよ。でも、ああ、うちの体育館にあった、みたいな感じ。鉄？うん。鉄ですか？やっぱりさ、昔のものってさ、あれはいいよね。なんていうの。質感が。ああ。ただ欠点は思うよ。だからまあ、一長一短なんですよ。一言で言っちゃえば。いい部分もたくさんある。だから今の時代にはあんまり向いてないね、こういうのは。今だってさ、iPhone がさ、中に全部も入ってるわけじゃない。ほとんどのものが。スナップ。楽しいんだよね。スナップオンってさ、楽しいよね。あ、誰？スナップオン持ってないんで。いいとは聞いてますよ。あのね。噂は聞いてますけど、ちょっと高いんでね。そう。なんでこんな値段違うのかなと思うじゃない？はい。一言で言うと。うん、で、同じだと思うの。なんかね。違います。まあ、まずっかる。
すごい満足感、ネジ回すことに。あれ触ったことない。じゃあ触った、一個やってらしてあげるよ、ほら。はい。こうでしょ、こっちで、ここ置いて、こっち側で止め、こっち側なんか止めるか、こういうふうに。動かないよね。で、こうやる。なんかこう、もっとくっつけないと、こう、わかる。左なんだよ。あんまやりすぎるからね。まあ、こんな感じ。はじめくん大失敗した。逆だった。大失敗。多分わからないな。こういうことっすね。あ、違う。やっちまったって感じ。ただこれまたさっき言ったようにね、スナップオンだから。まあいいかなみたいな。見てる人わかんのか。わかる、こうなんかこの感じ。これなんで上下に穴があるんですか。これ繋がるんですか、上に。ああ、多分だけど、いろんなこのあれがあるんだと思う。ああ、なるほど。マウントのこういうシステムもあれば、いろんな劇場用だからさ、はいはい、これ2台くっつけるとかさ、いろんなのがあるんじゃないのかな。だからいろいろ、さっき言ったこうコマーシャル用だから、いろんなものに対応できるように作ってる。なるほど。いいところは。このコードですか？100ドルとか500ドル。1個買うから500ドルカスタム。カスタムされてるんですか、それ。まあ、カスタムって言っても、一応オーダーするときに、この端子、いろんな端子があるじゃないですか。あ、このあれをね、カスタムしてもらう。これなんかね、サンディエゴの会社なんだよね。ハーモニックって、誰も知らない。プロスピーカー系。いう。でも、多分、10万円ぐらいのケーブルって大したことないよ。もっと上がある。ケーブルで、うん、ケーブルなのに、うん、本当に別に自慢するほどのことじゃないよ。こういう見ててもわかるじゃない、なんかさ、ネジ締めるの多いんすよ、わかる。家用ってさ、ジョケってさ突っ込むだけじゃない、まあ、そうですね、でしょ。うん、工業用ってさ、なんか効率悪くてさ、で、これもうさ、専門のさ、メカニックっていうか、リペアマンいたと思うのね。はい、その人がさ、巡回して回ってるんだよね。アメリカ中にあるじゃない、はい、できましたよ。みんな出てる？こっち出てる音。出てる？はい。で、レコードを聴くときっていうのは、はい、自分でいつも視聴版っていうのを一個決めるんですよ。うん、僕の場合は、このサニー・ロリンズのサックスフォン・コロセスってやつで、サニーね、ソニーじゃないな。日本人いつもソニーって言うんだ。で、まずこれで聴いてみて、ちゃんと音が出てるかどうかを確認するわけですよ。なるほど。いつも同じので聴かなかったら分かんないじゃない、うん。ちゃんと鳴ってるかどうか。さあ、ガンと音でいくよ。この音がインスピレーションのためだったの。こんな感じだよ。いつもこの感じでずっとスタジオで聴いてたの、これぐらいの重き音で。で、前振りなので。夕焼けの窓の向こうから。どうしたんだ、手が切れ間に。感じに、今の音楽が使えば、今の音楽が聴いた方がいい。僕は、50年代、60年代の音楽好きなんですよ。三つスピーカーになりましたよ。三つも。ありがとうございます。なんか、いろいろとありがとうございました。なんか、やっと。
俺今年やりたかったんだよ。もうね。満足ですか？すごい満足。っていうか、前こういう感じでやってたの。3つ鳴らして、いつも。こうやってペペペってやりながら仕事して。もうすごいいい音だね。おいしい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. お値段だけ聞いてもいいですか？お値段？お値段つっても、このセットで。難しくて、多分バリューとしてはもう、ここにあるだけで2、300万は絶対あるんですよ。これ、このハーツフィールドだけで。1万ドル行くね、楽に。いや、日本円だと2、300万。かもしれないね。はい、で、ただ問題は売るの難しいんで、これ。重たかったでしょ、今日。で、よくね、物の価値のことを言う人言うじゃない？これいくらなんですかって。はい、で、俺それは全然いいのね。はい、でも、売ってから言ってくださいって言いたいね。売るのが大変なんですよ。売れたら、でも500万、600万しますよね。うん、そう、わかるよ、その言ってる意味は。でも、売ってから言ってくださいって感じだね。俺に言わせると、プロの世界は。だったら、売ってそうだったら、これ売ってから、いや、300万でしたって言ったら、それは説得力あるけど、今この価値がいくらあるかに、いや、いや500万でしょうとかっていうのは、まあ半分、話半分ぐらい聞いとけばいいよね。現実はもっと厳しいっすよ。だって今日わかるじゃない、大変じゃない。はい。そう、シッピングするんですからね。シッピングするんですからね、それをね。大変だよ。だから言ったじゃん、ね、1000ドルで買ったものなのに送料1500ドルみたいなの。これ、たくさん全部これだよ。これ全部、ここにあるもの、全部送料の方が高かったの、実は。